比叡のお山の果てなく長い登り道で母は父と出会ったそうです。あ、驚くではありませんか。驚いたのはこちらです。比叡山は女人禁制、メスもオスも蝶はお山を飛び回り、鳥や獣は私有の別なく行き来します。人間のおなごだけはなぜ禁制になさるのですか。何故お山が皆さんをお救いできないか、よくよく考えてお答えします。主事を生きとし生けるもの、命あるものは皆等しくお救いするというのが釈尊、すなわちお釈迦様の説かれた阿弥陀様の御教えです。どうだな、二人尿とにならんか。今なんと、あなたが初めて公に再会される僧侶ならば、私は初めて僧侶の妻となるお名前です。共に生き共に歩んでください。京都吉水に住まう法然なる者、念仏の衆を立ておるが、その過ちは明らかである。親鸞、絵心、これから先私と別れた後も二人手を携えて念仏の道を歩みなされ。南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏。わがまま娘の亭主が寝台潰して二人で転がり込んできた。たちまち家計は火の車、一気に困窮し、こんにちは、嵐吉三郎です。花拳、親鸞上人と絵心尼様で親鸞上人やらせていただきます。本当に嬉しいです。読み合わせをしっかりやり、今は立ち稽古をしていて、どん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 こうお芝居が形作られていく今状況で、稽古がだからお稽古ってすごい、もちろん厳しい面もあるけども、作っていく過程がすごく楽しい、面白いんですね。ましてや新作なので、こういうふうにやらなきゃいけないっていうこともないですし、自分の考え、それを演出家とすり合わせて、こうしたい、いやこういう方がいいだろうって、そういうようなやり取りで今作っている状況です。で本当に毎日が充実してて面白い。でこれ我々はもう絶対にこれはきっといいお芝居になるって確信して、お稽古に励んでいます。で私は今までいろんなこういった御仏のお芝居いくつか参加させていただきましたけども、最近では松竹様からお仕事をいただいて、若き日の親鸞のお芝居で慈円僧正をやらせていただいて、これは親鸞様9歳の時に親鸞様を育てて仏法の道を教えたのは慈円様だったんですけども、比叡山を降りて法然上人のもとに行くわけですが、その時慈円さんはとても悔しくて悲しくてっていう、そういう役をやったんですね。今はその親鸞様が法然様のところに行くお気持ちがとってもよく理解できる、それはやっぱり慈円さんもやったことも一つのとてもいい経験になってると思います。そんな私が親鸞上人になれるよう、今日々日々親鸞様に近づけるようにお稽古をしている最中でございます。ぜひ多くの皆様にご覧いただきたいです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、天野美希です。日本の僧侶で初めて公に再会した親鸞上人様の妻となった絵心尼様のお役を務めさせていただきます。読み合わせから稽古入りまして、それからこう荒く立って位置を決めたりで、今は立ち稽古ということで、実際にこう動きながら必死でセリフも覚えて、で今お稽古に励んでいるところです。私も今まで法然と親鸞には出演させていただいたことがあるんですけれども、その時は法然上人に帰依する山吹という遊女の役で出演させていただきました。今回はこんなに大きなお役で、精神的にも自立した女性として絵心尼様のお姿を描けたらなと思っております。親鸞上人と共にお念仏を広める伴走者として歩んだ
神理様を皆さんに見ていただいて、今本当にあの世界中ではね、戦争があったりとか、子どもたちは弱い者たちが大変な犠牲を強いられているところがたくさんあります。このお芝居をご覧くださった皆さんが、人を思いやる気持ちとか、そういうことに目を向けていただいて、世の中が少しでも、ね、いい方向に行ったらいいなという全身座の思いも込めて、このお芝居を上演させていただきます。神理消息という神理様のお手紙がモチーフになった舞台ですけれども、まあ、当時の女性としてはあれだけの文字を書かれて大変教養も終わりで、家族への愛にあふれ、とても素晴らしい女性だったんだろうなということが想像できます。特に御門徒さんとか御宗門の方は石に様に対していろいろなそれぞれのイメージをお持ちかと思います。まあ、皆様の、ね、イメージにどこまで近づけるかそれは分かりませんけれども、私なりに神理様という素晴らしい女性を描かせていただけたら、またそしてその中からいろんな対話が生まれて、本当はこういう方だったんじゃないかとかね、いろんなお話の種になったら、またそれはそれで嬉しいなと思っております。この花拳一生懸命務めますので、ぜひぜひ各地の皆様応援してください。見にいらしてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ナマミダブス。皆さんこんにちは。革新に役を演じます有田佳代です。お稽古始まって、今もう日に日にどん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 熱い稽古になっていっております。私が演じます革新には親鸞聖人と神理様の末の娘ということで、普通の方たちが抱えてないような、そのすごいお二人の娘なので、悩みもあったのではないかと。尼さんの役自体をやらせていただくのが初めてなので、とてもいろいろと今まだまだ勉強している最中なんですけれども、とにかくお稽古を今重ねていて、多分誰よりこの物語を楽しんでいるのが革新になのではないかなと。革新の知らないそのお父様とお母様の出会いのところから、2人がどんな風に近づい心を寄せていってご夫婦になってっていう流れを全部その場で見ているかのように見られるのは、本当になんか得した、このお芝居じゃなければ味わえない、そんな世界を今日々稽古場で味わっているので、そのお父様とお母様の2人お互いを思い合うその思いの強さが本当に素敵で、またその夫婦だけじゃなくて他人を思いやるその思いも、その人を思いやってる気持ちっていうのを目の当たりにすると、それを見ているだけなんですけど私までもが幸せになる気持ちで、なので人を思いやることっていうのは本当にその世界を優しいものにするし幸せにするんだなっていうのを、この物語を今作りながら改めて感じています。ですのでそのこの物語を通して、夫婦に限らず、母娘父娘に限らず、人を思いやる気持ちというのを大切に私自身も演じていきたいと思っています。どんな物語になるかは見てのお楽しみです。それまで私たちも一生懸命稽古に励みたいと思います。頑張ります。よろしくお願いします。お待ちしてます。皆さんこんにちは、川原崎邦太郎です。今回花拳で演奏させていただいております。私は6歳で子役で初舞台を踏んでから、なんと55年俳優生活を続けておりますけども、生まれて初めての演出でございます。いつもは指導を受けながら役を作っていくんですが、今度は前に回って役者さんたちの演技を見ながらお芝居を作っていくという、全然逆転した立場で今回お芝居にかかっておりますが、新鮮ではありますがこんなに大変なんだと、演出家さんの苦労を今初めて身にしめて感じているところです。とは言いましてもですね、いろいろと注文ばっかりつけておりまして、実はスタッフの皆さんにも俳優さんたちにも無理難題をかなり押し付けているんだと思うんです。これもわがまま言わせてもらってるんですけども、ちょっとでもいいお芝居にしたいなという思いでやらせていただいておりますので、それに皆さんは非常に協力してくださって、毎日毎日発展していっております。それから今度やる上ではね、やっぱし若い人たちを引き上げていきたいなと思っておりますので、
若い子たちのいいところをいかに出してあげられるか、それも私の方の大きな課題だと思って取り組んでおります。このお芝居は親鸞聖人帝親鸞様のお念仏に向かって奥多摩で謝れるお姿のお芝居でございますけれども、その中でご夫婦がお互いを信じ認め合い生きていく、そういう姿、それから他者を受け入れる姿、そんなものも表現できればと思って今作っております。社会情勢やら世界情勢、それからジェンダーの問題とか今いろいろと取り沙汰されていますけども、そこにもこう一石を投じられるような、お芝居が完成できればなと思って日々作っております。これが完成してしまいますと私のお仕事はおしまいで、あとは舞台にいる役者さん、そして現場のスタッフさんがこれを形にして作ってくれます。その時には私も観客の一人として、客席から見たいと思っておりますので、どうぞ皆さん私と一緒にこの完成した芝居を楽しみに行きましょう。よろしくお願いいたします。お待ちしております。